たぬきさん、今回はあのシリーズの続編を解説するわよ。あのシリーズ、今まで高評価やリクエストが多い動画の続編を積極的に撮ってきたけど、最近の動画の中で珍しく高評価率 99% という異常な数字を叩き出している動画があるのよ。めっちゃ大好評じゃん。それで一体何の続編を撮るの？ご立派な生き物の第2弾なんだけど。いやー、なんでよりにもよってそれキツネさんがやりたいだけでしょ。いやいや、私はリクエストの多さと高評価の数で判断しているだけだからね。みんなが興味関心のあるものを提供する、それが私の使命だと思うのよ。完全に視聴者のせいにしてるよ。というわけで今回はご立派な生き物について紹介するわ。ああ、今回も突っ込みまくる羽目になりそう。はて、一体何を危惧しているのかよくわからないわね。別に広告も剥がされてないし、YouTube も認めた学術的な動画じゃない。今回も懲りずに、たくさんのご立派な珍生物をどんどん紹介していくわよ。懲りずって言ってる時点で確信犯だからね。まず最初に紹介するのはフウセンイソギンチャクよ。フウセンイソギンチャクは、四方動物門下中項六方珊瑚亜綱に分類される、深海性のイソギンチャクで、体高、直径は2から4センチ程度、赤みがかった体を持っているんだけど、水を吸い込んで風船のように自在に伸び縮みすることから、この名前が付けられたわ。伸び縮み。四方動物といえばクラゲも有名だけど、実はイソギンチャクも同じグループ。刺胞と呼ばれる触手を使い、獲物を毒で麻痺させたり、粘着質な糸で絡めとるわ。イソギンチャクって岩に張り付いている生き物だよね。ってことは、待ち伏せ戦法で餌を待っているのかな？そうね、多くの種類は岩場に張り付き、チャンスが来るのを待っているけど、中には貝やザリガニに張り付き、自由に移動する種類のイソギンチャクもいるわ。風船イソギンチャクは、そんなイソギンチャクの中でも比較的アクティブな種類で、天敵である人手が近づくと、その化学物質を察知し、こんな風に体をくねらせながら一目散に逃げ出すのよ。一気にまずい感じの見た目になったよ。でも、こんなブヨブヨした体をくねくねするだけでそんなに泳げるものなの？普通に考えたら、こんな棒状の体をいくら動かしても変な方向に流されるだけだけど、彼らは胃袋から口にかけて海水を勢いよく吐き出しながらジャンプすることで、最大 1.5 メートルほど確実に天敵から離れる方向に逃げられるのよ。逃げる姿はちょっとあれだけど、生き残るための賢い戦略ね。まあ命がけの時に見た目を気にしている場合じゃないからね。次に紹介するのはピーナッツワームよ。ダメ。これは僕の体で隠しておくよ。ちょっと、視聴者さんの学習を邪魔しちゃダメじゃない。ピーナッツワームは2017年、オーストラリア東部の深海で発見された生き物で、この海域は長年技術的に探査することが難しく、次々新種の深海生物が発見されたわ。現地のビクトリア博物館のチームが調査船に乗って、1ヶ月かけて調査を行い、深海4000メートルまで潜り、科学者が持ち帰った、実に3分の1が新種だと分かったわ。それでその中にこの生き物がいたんだ。このニュースについて取り上げたイギリスメディア IBT によると、この名前は、実際にはこれらの動物が脅かされると、長い頭を内側に縮め、ピーナッツのように見えるという行動に由来しています。彼らは、有性生殖と無性生殖の両方を行うことができます。この奇妙に見える生き物はピーナッツワームですが、その外見を考慮すると、別の似たような名前の方が適切かもしれません。海外の人も考えること同じだね。この生き物は、一般的にホシムシと呼ばれるホシクチ動物という分類の生き物で、ワームのような見た目をした左右対称の無脊椎動物で、世界中で約250種が確認されているわ。ソーセージのような体型で、体長は3から10センチほど、最大50センチにもなる種類もいて、先っぽの部分が星型にパクパクと開閉することからこの名前が付けられたわ。神様は何を考えてこの生物を生み出したのか。オーストラリアは、日本と同じく様々な固有種が存在する生き物の宝庫だけど、周辺の浅い海には、ホシムシの仲間が50種ほど生息しているそうよ。すごく、自慢しづらいです。次に紹介するのはウミエラよ。変な見た目だけど割と普通のような。ウミエラは四方動物門下中項八方珊瑚亜綱ウミエラ目ウミエラ科に分類される生き物で、先ほど紹介した風船イソギンチャクと近い位置に分類されているわ。へえ、全然違う見た目なのに不思議だね。日本近海、西太平洋の海底の泥などに直立し、海底に突き刺さった羽ペンのような見た目で、通称海の羽ペンという素敵なあだ名も付けられているわ。体長は10から20センチほど、最大のオオヨナギウミエラは全長2メートルにも達するんだけど、羽毛状のヒレが並んでいることからウミエラと名付けられたわ。話を聞いても、この動画に出るのは似つかわしくないというか、奇妙だけど、普通に神秘的な深海生物って感じだけどな。そんな彼らが海流に流されずに、海底でじっとしていられるのはこの部分のおかげ。フィーブと呼ばれる、ブラシの柄のような部位を膨らませて、ここで根を張っているのよ。雲行きが怪しくなってきたぞ。ウミエラは、近年までその生態の多くが謎に包まれていたんだけど、深海探査によって海底で生きたままの姿が確認され、少しずつ解明されていき、夜行性で、昼間はキューッとしぼんでいるけど、夜になると体を伸ばして砂上に姿を現すわ。ちなみに、前回紹介した海サボテンと同じく、生物発光もするそうで、おそらく獲物をおびき寄せるためだと思うけど、その理由は謎に包まれているわ。君も、仲間だったんだね。次に紹介するのはギボシムシよ。ギボシムシは、鳥採類と呼ばれる反作動物の一種で、世界中で100種ほど確認されているわ。海底の砂や泥を這うギボシムシ綱と、貝殻や岩などにくっついて暮らすフサカツギ綱の2種類に分けられ、ミミズやオアームなどの細長い体を持ち、先端に膨らんだ糞と呼ばれる口があるわ。なんかもう、同じ生き物が出てきても多分気づかない自信あるよ。でも、こういった形状の生き物は、シンプルながらも不思議な生態や体質をしており、原始的な特徴を数多く残していて、生物の進化の謎を解き明かす鍵になる場合があるのよ。こんな見た目でそんなヒントが？地球上に生息している多くの生き物は、左右対称な左右総称動物に分類されているんだけど、左右総称動物は、2つの分類である進行動物と急行動物に分けられるわ。ふむふむ。進行動物には、人間を含む哺乳類や魚類などの脊椎動物が分類され、急行動物には昆虫や甲殻類のエビやカニ、イカやタコなどの軟体動物が分類され、地球上の多くの動物は急行動物に分類されているわ。私たち人間が分類されている脊椎動物が持っている脊椎というのは、ナメクジウオやホヤなどが持つ脊索が進化してできたと言われているわ。そういえば過去動画でも、ホヤと人間は近いって話をしてたような。話を戻すと、これら脊索や脊椎を持つ生き物はまとめて、脊索動物門に分類されていて、無脊椎動物と脊椎動物の違いを比べる際に、生物の授業でも習う部分ではあるんだけど、実はこのギボシムシ、その中間である反作動物に位置する生き物なのよね。反作動物?反作動物は脊索を持たないものの、脊索動物と共通する体の特徴を備えていて、かつてはその共通点の多さから、脊索を持つホヤなどの仲間に分類されていたほどで、近年では、それら脊索動物とはまた違う、反作動物という独自の分類を与えられた唯一無二の存在となり、近年は、進化生物学において、人の起源や進化、進行動物の成り立ちを知る上で、とても重要な生き物になってるのよ。それは地味にすごい生き物なのでは？そう、だからこそ茶化してはいけない、ご立派な生き物なのよね。茶化しているのは、いや、やめておこう。次に紹介するのは、スッポンタケよ。はい、ダメ。アウトだよ、アウト。YouTube さん早くこっち来て。キツネさんが暴走してますよ。YouTube はもう私にお墨付きを与えてしまっているから来ないわよ。完全に悪役のセリフじゃん。スッポンタケはスッポンタケ科に分類される、初夏から秋にかけて、竹やぶや林に自生するキノコで、幼菌の頃は2から5センチほどの大きさで、卵状の白い膜に覆われているわ。成長とともに柄の部分が伸びて、卵状の中からキノコが顔を出し、オリーブ色の傘が伸びてくるんだけど、この部分には独特のぬめり気があり、粘性のある黒い液体は強い悪臭を放っているわ。見た目と生態が一致しすぎて嫌すぎるんだけど、強い悪臭を放つとか、さすがに口にしたらやばそうだよね。と思いきや、実は食用キノコとして中華料理にも使用されるようで、ぬめりを取り除いた柄の部分や葉菌は食用になり、油で揚げると魚のような味になるわ。ドイツのいくつかの地域やフランスでも食べられているのよ。スッポンタケが悪臭を放つ理由は、ハエなどをおびき寄せて、胞子を遠くに運んでもらうためで、見た目は立派だけど、成長しきったら1日で溶けるように消滅する儚い存在でもあるのよ。意外と繊細だった。その特徴的な見た目から、学名には、恥知らずな弾痕というド直球な名前が付けられ、性に関する規範が厳格だったイギリスのビクトリア時代には、このキノコを見た人がショックを受けないよう、デッサンが上下逆さまに描かれたり、知の巨人としても名高い、日本の菌類博物学者である南方熊楠は、わざと、このスッポンタケのデッサンの際に、わざとリアルなディテールを書き足して遊んでいるわ。もうめちゃくちゃだよ。次に紹介するのはネペンテス・ボコレンシスよ。これって、ウツボカズラ？これはカンボジア南部の山脈に自生する貴重な固有種のウツボカズラの一種で、ウツボカズラとは、壺状の葉っぱを持ち、甘い匂いで昆虫をおびき寄せ、一度中に落ちてしまうと、そこに溜まった消化液に溺れ、溶かしてしまう食虫植物よ。虫を捕まえるって、なかなか恐ろしい植物だよね。ネペンシス・ボコレンシスも、そんな甘い匂いで虫たちを誘惑していて、専門家によると、お菓子のような甘い香りがすると話しているわ。しかし、葉っぱが成熟手前でシワがなくなり、縦に伸びきり、上蓋の葉っぱが閉じると、このような見た目になってしまうわ。よしじゃないわよ。とまあ、そんな特徴的な見た目から、現地に観光に訪れた人たちが。何これ見て見て。キャー、これあれじゃん。完全にあれじゃん。これ記念に持って帰って自慢しましょうよ。と、摘み取って自撮りをアップした女性観光客に対してカンボジア環境省が注意喚起する事態に。植物のそばで自撮りするだけなら問題はありません。ただ、植物に触ったり、摘み取ったりする行為は決してしないで。まあ気になったとしても、それは良くないね。ネペンシス・ボコレンシスは、特に農業や観光地の拡大で生息地が減少していて、このように悪ふざけで摘み取ってしまえば、地球から姿を消してしまう可能性もあるわ。まさか自分たちの見た目のせいで絶滅しかけるなんて予想外だろうな。次に紹介するのはハムスターよ。ハムスターなんて別に、そんな要素ないような。でも色々と突っ込み疲れたから癒し枠として入れたのかな。卵がものすごくご立派なのよ。最悪だー。ハムスターの睾丸はいろんな哺乳動物の中でも格段に大きく、繁殖能力に優れているわ。生後1ヶ月目まではオスとメスの性差は特に見られないものの、生後2ヶ月後からオスは股下あたりに膨らみが見られるようになり、成長するとこのように可愛さと小ささに似つかわしくないご立派なブツが現れるわ。僕の可愛いハムスターのイメージが、夏場になると睾丸から熱を発散するため、表面積を増やすため皮が自然に伸びる仕組みになっており、これによりたくさんの飼い主が困惑する事態になっているわ。友達が飼ってるハムスターの金玉がでかすぎて不安になって動物病院連れて行ったら、金玉がでかいだけですって言われた話、すごく面白い。俺の飼ってたハムスターもおっきいデキモン2つできてたから、病院連れて行ったら先生に金玉ですって言われて、恥ずかしなったん思い出した。診察料0円やった。いろんな意味で恥ずかしすぎるやつ。基本的には、そういう性質の生き物だと割り切っておくしかないけど、しこりがあったり、赤く炎症してたり、片方だけ腫れている場合は精巣炎の恐れも。それに加えて、食欲がなかったり元気がないようだったら獣医さんに見てもらってね。次に紹介するのはコバシオタテガモよ。ここからは YouTube 的にも大丈夫そうだ。いや、さっきの流れもあるし安心できないぞ。コバシオタテガモは、南アメリカに生息する小さな尾を持つアヒルで、体長は36から46センチ、体重は600から850グラムでレイクダックとも呼ばれているわ。彼らの特徴はなんといっても鳥類最大のご立派様で、なんと 42.5 センチにもなる、ギネス記録にも認定されるブツを隠し持っているのよ。体長がいくつで、それが何センチだって？体長は36から46センチで、生殖期の方は最大 42.5 センチね。体の大きさとほぼ同じというかそれ以上じゃん。というか写真。それで例えないでよ。そもそも、鳥の 97% のブツは消失しているというデータがあり、そうした鳥たちは、総排出口を使って交尾するんだけど、アヒルだけはなぜか例外で、コバシオタテガモ以外のカモたちも、ブツをホースのようにぐるぐる巻きにして体に収納しているわ。これは、人間で例えるなら、常に引きずって歩いているようなもので。なぜそんな難儀なものを？このように進化したのは様々な理由があると思うんだけど、招かざるオスの侵入を拒むため、メスのカモは構造が複雑になっており、それに伴って、オスの生殖期も異様に長くなる進化をしたと考えられているわ。次に紹介するのはヒラムシよ。ヒラムシは、変形動物網ウズムシ綱ヒラムシ目に分類される海の生き物で、体が平べったく、表面は粘膜で覆われていて、頭部背面には触角のような突起があるわ。体長は5センチほどで、日本沿岸には150種類以上が生息しているわ。この見た目で海の生き物ってことは、ウミウシの仲間かな？ああ、確かに雰囲気はウミウシそっくりね。ウミウシは、海のナメクジとも呼ばれる多種多様な見た目をしたカラフルな生き物だけど、ウミウシは軟体動物で、巻貝の仲間、ヒラムシは変形動物で、全く別の生き物。変形動物は、以前紹介したプラナリアやコウガイビル、サナダムシが分類されているわ。へえ、別の生き物なんだ。彼らは別名「滝鳥目」と呼ばれる、お腹から蝶を出して獲物を捕食するという、なかなかユニークな特徴も持っているけど、面白いのはそれだけじゃないわ。ヒラムシは雌雄同体で、オスとメス、両方の生殖期を兼ね備えているんだけど、繁殖する際、自然界でヒラムシ同士が出くわすと、生殖期でフェンシングを行うのよ。ひどすぎる戦いだ。ヒラムシは相手の生殖期を避けながら華麗に相手に一撃を食らわせる。勝った方はオスの父親となり、負けた方はメスの母親となるわ。まさに雌雄を決する生死をかけた戦いであると言わざるを得ないわね。誰がうまいこと言えと。どちらも性別を自由に決められるのに、なぜ生殖の際にこのような勝負をするかというと、受精するメスの方がエネルギーを使うため、バトルで決着をつけるそうよ。カタツムリやナメクジなど、雌雄同体の生き物は他にもいるんだけど、お互いに交尾してどちらも産卵するという、子孫を残すために一番効率的な方法をとっているから。そういう視点で考えても、ヒラムシのこの行動は、とても特殊であると言えるわね。ちなみに、2021年8月に NHK で放送されたヘンテコ生物アカデミーでこれが取り上げられ、19時半に放送されて、お茶の間がフリーズしたというのも有名な話よ。深夜帯にやってくれないかな。最後に紹介するのはワケノシンノスよ。これは今まで紹介した生き物とちょっとコンセプトが違うんだけど、いいかしら？そんなコンセプト大事にしなくていいから。ワケノシンノスは鎧イソギンチャクの一種で、正式な和名は石分けイソギンチャク。この呼び名は福岡県柳川市から佐賀県佐賀市南部で付けられた方言で、現地語で若者の尻の穴を意味するわ。はい？若者の尻の穴よ。繰り返さなくていいから。ワケノシンノスのワケノは若いのを意味し、シンノスは尻の巣を意味しているわ。石分けイソギンチャクが縮こまった姿が、そんな見た目をしていることからこの名で呼ばれ、国内でも珍しい食用イソギンチャクとして親しまれているわ。え、食べられるの？そうそう、日本最大の干潟がある有明海は、他にもアナジャコやワラスボなど、独自の海産物が取れる場所で、その地域特有の食文化にも大きな影響を与えているわ。ワケノシンノスは、コリコリとした独特の食感が特徴なんだけど、地元では、味噌煮や唐揚げにして通年食べられる郷土料理として親しまれているわ。ジュルリ。ただ、昔は1キロ800円くらいだったけど、最近は有明海の環境悪化で漁獲量が減ってしまい、今では1キロ3800円ほどの、ちょっとした高級珍味になっているそうね。珍生物はもうゴリゴリだけど、珍味は食べてみたいな。まあそれでもリクエストが多ければ、第3弾、第4弾の可能性も。みんなも紹介してほしい生き物がいたら、ぜひコメント欄によろしくね。みんなもう書かなくていいからね。それじゃあたぬきさんも楽しみにしているみたいだし、今から佐賀県に行って、若者のお尻の穴を2人で堪能してきましょうか。若者の表現はもうやめてー。